んでくれなんて頼んでねえよ。に対する100点の返し。あんた何時だと思ってんの？知らねえよ、もう。あんたもう夜中だよ、いつもいつも。別にいいじゃん、何時まで遊ぼうが。お母さん、そんな子に育てたつもりないよ。じゃあ言わせてもらうけど、誰も産んでくれなんて頼んでねえや。あんたが一番泳いだんでしょ？あんたが数ある何万匹の中で一番はしゃいだんでしょうが。いや、あんたが1位獲得したんでしょ？それで生まれてきたんでしょ、あんたが。他のライバル蹴落としてあんたが一番はしゃいで。お母さんのせいにしないでよ。ごめん。